では目をつむり、目の前に過去のあなたをイメージしてください。あの日、あの時、お母さん、お父さん、お姉ちゃん、お兄ちゃん、愛する人に本当の気持ちに気づいてもらえなかった私です。そんな目の前のあなたはどんな顔をしていますか？悔しそうな顔をしていますか？悲しそうな顔をしていますか？辛そうな顔をしていますか？そんなあなたに、もう大丈夫だよとにっこりと微笑みながら声をかけてあげましょう。そしてあの日、あの時、かけてほしかった言葉をかけてあげてください。気づいてもらえなくて悔しかったね、悲しかったね、辛かったね、でも大丈夫、私があなたのことを気づいてあげたから、私はあなたのことをちゃんと見ているから、私はあなたのことが大好きだし愛しているからね。そして目の前のあなたを少しの間ぎゅっと抱きしめてあげてください。小さな体で一人で頑張っていたあなた、一人で戦っていたあなた、一人で思い悩んでいたあなた、そんな過去のあなたをしっかりと感じてあげましょう。そして鼓動やぬくもりを感じてあげ、癒してあげましょう。